簡単に作れるウルカヌスの石油加工レイアウト。鋳造炉の生産拠点が出来上がったら、次に生産体制を整えたいのは発電基板。そこで今回は発電基板の製造に欠かせない重油精製のレイアウトのやり方を解説します。チャプター1、原油精製所のレイアウト。一番大きな建造物なので、まずは原油精製所のレイアウトを決めていきます。原油精製所を設置して、簡易石炭液化にレシピ設定。ウルカヌスでは硫酸、石炭、崩壊石を混ぜて重油を作るところからスタートします。パイプはこんな感じでレイアウトするとコンパクトです。石炭と崩壊石を投入するためのインサーターを設置。鏡になるようにコピペして搬送ベルトを敷けば基本の形の完成です。これを8セット16個の原油精製所をレイアウトします。これだけあれば石炭の液化をアンロックするまでの十分な量の重油を作り出すことができます。チャプター2、崩壊石と石炭の搬入ライン。原油精錬所のレイアウトが終わったら、崩壊石と石炭の搬入ラインを作っていきます。まず電動掘削機を搬送ベルトを挟むようにして並べます。これをコピーして片側6台、両側に12台になるようにレイアウトします。レイアウトできたら原油精製所の下側のラインに流し込みます。次は石炭の搬入ラインを作ります。石炭は少し遠いところに鉱脈があるので手間がかかります。崩壊石と同様に、まず電動掘削機を搬送ベルトを挟み込むように2台並べます。これをコピペして片側25台、両側50台になるように並べます。これだけあっても原油精製所12台分ぐらいの掘削量にしかなりません。大型掘削機が作れるようになったら置き換える必要があります。石炭は崩壊石に比べて消費量が多いので、原油精製所の上側のラインにつなぎます。石炭はプラスチック棒の生産に大量に必要なので、バッファーチェストでストックしておきます。チャプター3、硫酸パイプラインの接続、重油の貯蔵。いよいよ最後の原料硫酸を流し込みます。ポンプジャックで産出しているところから硫酸を引っ張ってきます。ウルカヌスの崖が邪魔でプレイヤーは動きづらいので、シフトを押しながら左クリックで建築ロボットに地下パイプの接続をお任せするのが楽です。こんな感じでダダダと一気に地下パイプを引けます。地下パイプが接続できたら重油の生産が始まります。この後蒸気、水、軽油、石油ガスと作るものがたくさんあって、とても時間がかかるので貯蔵タンクに重油を溜め込んでおきましょう。チャプター4、硫酸から水を作る化学プラントのレイアウト。重油を軽油に分解、軽油を石油に分解するために水が欠かせません。ウルカヌスでは化学プラントを使って硫酸から蒸気を、蒸気から水を作ります。まずは硫酸から水を作る化学プラントのレイアウトをご紹介します。3の中和と蒸気凝縮にレシピ設定した化学プラントをパイプを挟んで上下にレイアウトします。水を流すためのパイプとして化学プラントの下側にもパイプを通しておきます。基本の形ができたらこれをコピペします。3の中和と蒸気凝縮のパーフェクトバランスは1対2なので、蒸気凝縮の化学プラントをさらにコピペします。崩壊石の投入用のインサータをセットして完成。これを崩壊石の搬送ベルトにくっつけるようにレイアウトします。全部で2セット、12台の化学プラントがあれば余るぐらいの水が準備できます。設置が終わったら地下ベルトを通して硫酸のパイプを接続すれば完成です。接続するとすぐに水の生産が始まります。ランプで飾り付けも忘れずに。チャプター5、重油から軽油と石油ガスを生成。これが最後の工程です。重油から軽油に、軽油から石油ガスに生成するパイプラインを作ります。まず重油から軽油にのレシピ設定をした化学プラントをこんな感じで並べます。 H キーで左右反転させるのがコンパクトにレイアウトするポイントです。次に出来上がったレイアウトをシフトを押しながらコピーし、ウ
プリントのパラメータを軽油から石油ガスに分解に変更して建設計画を作成します。石油ガスを通すためのパイプを横に並べて基本の形が完成。これを全部で4セット、合計16台の化学プラントをセットします。精錬所16台に対して重油から軽油を8台、軽油から石油を8台がパーフェクトバランスです。石炭の供給が足りませんが、溜めている重油でしばらくの間化学プラントはフル稼働します。最後に水を化学プラントに注入するパイプラインを作ります。水のパイプに地下パイプを接続して軽油と石油ガスの化学プラントと接続します。こんな感じで鍵括弧型の地下パイプを作るとすっきりと接続できるのでおすすめです。最後に原油精製所の重油のパイプラインを化学プラントと接続すれば完成です。これで重油から軽油と石油ガスが精製されるようになります。精製を止めてしまうのはもったいないので貯蔵タンクを設置しておきます。いつものようにタンクで飾ってヴルカヌスの石油精製ラインの完成です。チャプター6、ロケット燃料生産のための回路設定。プラスチック棒の生産を始めると石油ガスの消費が早すぎて軽油が枯渇してしまいます。この問題、簡単な回路設定で解決できるんです。まず貯蔵タンクと化学プラントを赤ケーブルでつなぎます。次に化学プラントに軽油大なり1万と設定。最後に設定した化学プラントをシフトを押しながら右クリック、残りの化学プラントにシフトを押しながら左クリックで設定をコピペして完成です。貯蔵タンクの軽油が1万を超えるまで化学プラントの動作が停止するようになります。この簡単な回路設定のおかげでロケット燃料を安定して製造できるようになります。今日はここまで。ブループリントは後ほどコメント欄に掲載します。ぜひご活用ください。今回の動画でお知らせした小技集はショート動画で解説しています。この画面のリンクよりぜひご視聴ください。この動画が参考になりましたら嬉しいです。ぜひチャンネル登録をお願いします。こんなやり方があるよ、こんな解説が欲しいなど、ぜひコメント欄で教えてください。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。